GoToRec, GoTo キャリアの窓口にお越しいただきありがとうございます。講師の長田邦弘と申します。よろしくお願いします。キャリアの窓口では、キャリア自立に関するテーマをシリーズ化していきます。キャリアの窓口に立ち寄れば、将来のキャリアの不安や迷いが吹く飛び、自分のキャリアは自分で切り開いていく。 つまり、キャリア自立へのサポートをしていきたいと思います。今回は第1回目のアドラー心理学を学ぶについてご紹介をさせていただきます。まずはじめに、私のアドラー心理学の出会いについて自己紹介を兼ねて説明したいと思います。私のアドラー心理学の出会いは、2013年に出版された 嫌われる勇気という本です心理学といえばフロイトやユングは知っていましたがこの本を読んで初めて私はアドラーを知りましたこの本は2 6億万部も売れているということからもアドラー心理学が初めて広く日本で認知されたと言ってもいいのではないでしょうか本を読んでみて アドラー心理学の考ええ方にに感動したことを今でも鮮明に覚えています。私は人の目が気になり他者の期待に応えなければならないという気持ちが強くて自分を見失うことが多かったのですが「嫌われる勇気」という言葉を見てほっとした気持ちになりました「嫌われる勇気」とは嫌われることを恐れずに 自分の人生を生をきなさいといとう意味ですこの本の出会いから私は7年後に定年を迎えるわけですがその時に定年後の第二の人生をどうするか過去を振り返ってみた時に再び2013年の感動がよみ,よみがえってきました残りの人生を後悔しないように自分のやりたいことをしよう自分の人生を生きようと思いました 今までの他者の期待に応えなければならないというマストの気持ちから自分がしたいことというウォントの気持ちに変わりましたそれで定年後は雇用継続をしないでグロナビという屋号で定年一人企業をすることを決断しましたさらに36年間のビジネス経験がアドラー心理学の考え方で裏付けられると気づき これだと直感的に思いました。それでアドラー心理学をベースに人生を豊かにするキャリアデザインモデルを提言した本を出版しました署名はここにあるもしアドラーが就活をしたらですこのようにアドラー心理学との出会いがなければ今の自分はいないと言っても過言ではありませんそれほどアドラー心理学は 私の第二の人生を劇的に変えたと私自身は自信を持って言い切ることができます。少し前置きが長くなりましたが次に本講義の内容について説明をします。本講義は第一部と第二部の二部構成になっております。第一部はアドラー心理学超入門編として アドラー心心理学の基本的的なな考え方やや中心的な概念を分かりすすく説明します第2部はアドラー心理学の実践編として勇気づけのコミュニケーションについて説明をいたします目次の内容をアドラー心理学の体系図で補足したいと思いますアドラー心理学を 理論、思想、技法で体系化してみます。理論は認知論、目的論、全体論、主体論、人間関係論の5つで構成されています。これをベースに思想としてアドラー心理学は共同体感覚を大切にしています。一言で言えば、つながり感覚です。具体的に言うと、 自分が働いている場所が自分の居場所なんだと思える所属感、仲間に貢献しているという貢献感、仲間から信頼されているという信頼感、この3つです。<laughs> 勇気づけとは、アドラー心理学では困難を克服する活力を与えると定義しております。共同体感覚と 勇気づけは車で言えば両輪ですのでどちらもかけることはできません理論と思想は第1部の超入門編で説明をいたします勇気づけの技法は第2部の実践編で説明をいたします先ほどの本で言えば序章の部分に書かれている内容でございます <laughs> 最後に、こんな問いかけをしたいと思います。あなたは今の仕事に本当に働きがいを感じていますかどのようにお答えになるでしょうかイエスと言えますでしょうかここで一つの調査結果を紹介したいと思います。米国のコンフェリー社が世界のグローバル企業、 610社でエンゲージメント調査を実施しました。そこでは働きがいを感じる社員の割合を働きがいスコアとして公表しています。世界平均が66%です。では日本は何だったでしょうか。残念ながら10%を下回る56%、さらに か国中最下位という結果でしたちょうど調査時期が新型コロナウイルス感染拡大でリモートワークが始まり職場と孤立したり会社に存在している意味つまり自分の存在意義とか働く目的など自分と向き合う時間も多くあったと思います将来に不安を感じている方や きづらさを感じる方も多いいのではないかとこの調査結果を見てしてしいますこのような不確実で先の見えない正解のない時代に自分の軸をしっかり持つために寄り添うべき考え方を持つことが大切だと思いますそれはまさしくアドラー心理学アドラーの教えではないかと 私は固く信じています。アドラー心理学はどうすれば人は幸せに生きることができるかという根源的かつ哲学的な問いにシンプルかつ実践的に答えを出していますぜひ一緒にアドラー心理学を学びましょうアドラーの教えを実践しましょう 多くの方のご参加をお待ちしています。ご清聴ありがとうございました。